アマゾンの理念はですね、地球上で最もお客様を大切にする会社だ。皆さんこんにちは、トーマグループトーマです。大変お世話になっております。今日はですね、アマゾンの経営をお話しします。アマゾンの理念はですね、地球上で最もお客様を大切にする会社だって、地球上で最もお客様を大切にする会社だということです。なんと24年前ですね。ベゾスさんがね、創業して以来、商品の品揃え、インターナショナルサイト、世界中に位置する物流センターおよびカスタマーサービスセンターにおいて著しい拡大を行ってきました。世界各地50カ所を超える物流センターを設置しています、ね。でこの会社は毎日が常に Day One という考え方で始まり言います。最初の一歩を踏み出す日、新たな挑戦を心待ちにするし、そして今日から皆様にとって Day One です。素晴らしいビジネス拡大に向けて、あなたのアイデアが、ね、形になり始める日です。毎日が常にデイワンであることが、アマゾンを支える力となり刺激となっているということです。からアマゾンのビジョン、地球上で最もお客様を大切にするんだ、ね、企業であること、ね、地球上で最もお客様を大切にする企業であること、ね、日々の会議でそれは本当のお客様になるためになっているか、会社の利益が目的になっていないか、お客様に対してもっとできることはあるぞ、起点のは、お客、常にお客様です、皆様の会社は本当に徹底していますかということです。株主 のメッセージ、短期的利益を求めるのなく、ね、長期的視点で投資を続ける、配当はゼロです。GAFA で研究開発費はダントツ1位、そのために利益率も最低、常に投資革新性を武器に株価を上げていってると。配当ゼロでも株価アップ、また M&A も株式交換で可能ということで、株価を、ね、上げる戦略をしているということです。アマゾンのビジネスモデル、地球上で最も豊かな品揃え、求めやすい価格、高い利便性を優先させることで、地球上に最もお客様を大切にする企業を目指しています、ね。設立当初より中小規模の販売業者の支援をしており、中小企業やスタートアップ企業にはアマゾンのビジネスモデルが、中核になっている。要するにいろんなものを売ったりあれすることについて、物流は、ね、うちがありますよというようなところで、まあ、支援をだいぶしているということだと思います。からアマゾンのリーダーシッププリンシプル、ね、リーダーシップの原則は全員がリーダーである、ね、設立して24年、巨大企業になりました。超巨大企業になりました。それは最もお客様を大切にする企業を目指したからです。理念、ビジョン、ビジネスモデル、シンプルで徹底してきたからだと思います。会社の利益を目的としていないからです。最近ね、創業者は離婚して奥様に7兆4000億折半でですね、を、渡したそうです。24年で14兆8000億を作ったことになります。リタ、最もお客様を大切にした結果ですね、リタが徹底をしているということで、アマゾンの素晴らしさがある。皆さんも、リタ、ね、お客様を本当に大切にしているか、もう一回お考えいただきたいというふうに思っております。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。